オバラウ島は、フィジーの島。フィジーで6番目に大きな島で、ロマエビチ諸島最大の島である。南ミ17.70度統計178.8度付近に位置し、首都スバから北東に6 0トルビティレブ島東岸からは2 0トル東に位置する。島は、南北1 3トル東西1 0トルあり、面積は102.3平方キロである。 島の人口は9000人で、中心都市は島の東側にあり、かつてフィジーの首都であったレブカである。島には24の町や村がある。オバラウ島の地形上の特徴としては、山勝ちで海岸部に狭い平地があり、その周りを小湖が囲んでいることである。中央部にはロボニ渓谷付近にのみ平地が広がる。 島で最も高い山は、東部のナデラヨバラウう山で625メートルあり、南部の526メートルのトムナ山が継ぐ。島の、主な道路は、海岸線を一周する道路であるが、西部のルクルク村とブレサラ村の間の道は狭く、トラックも通れないため島の一周は難しい。この両村まではそれぞれレブカからバスが走っている。 スバ近くのナウソーリ国際空港からの航空便が1日2度、島西部にあるレブカ空港まで飛んでいる。また、フェリーはビティレブ島東岸のナトビ港からオバラウ島西岸のブレサラ港まで運航している。これは、バスの連絡便を通じて、スバからレブカまでの連絡運輸を行っている。ありがとうございます。